ウクライナ・ロシアでクラスター弾使わず領土解放を向けと強調ウクライナのレズニコフ国防相は米国によるクラスター弾供与決定についてウクライナの領土解放に寄与するとして歓迎すると同時にロシア国内で使用しない方針も強調したクラスター弾がウクライナ兵の命を守るために役立つとし使用状況を厳重に記録してパートナーと情報共有する考えを示した 国際的に認められた我が国の領土の占領解除にのみ使用する公式に認められたロシア領では使用しないとツイッターで述べた都市部では使用しないとも強調したロシア外務省のザハロワ報道官は8日米国の決定は反ロシア路線の甚だしい例だと非難した上で特別軍事作戦には全く影響を与えずその目的は完全に達成されると述べた米国の決定をめぐり スナエ A 首相はクラスター弾の製造や使用を禁止する条約に英国は署名していると表明同じく条約に署名しているスペインのロボレス国防相も特定の武器や爆弾はいかなる状況下でも供与できないという強い決意があると述べたザボリージャ原発に迫る危機爆発すればウクライナの3分の2が汚染すると語る専門家が指摘したプーチンの焦り ウクライナで放射能汚染への危機感が高まっている。ヨーロッパ最大級といわれるザボリージャ原発をめぐりウクライナとロシアの双方が相手側が攻撃を仕掛けようとしていると主張2022年3月のロシア軍による攻撃以降ロシア側の占拠が続いているザボリージャ原発の現状についてロシア情勢に詳しい筑波大学の中村逸郎名誉教授に聞いたヨーロッパ最大級の原発ザボリージャ原発の役割は ザボリージャ原発は、ウクライナだけではなく、ヨーロッパ最大級の原発です。六つの原子炉があり、ウクライナ国内の半分以上の電力は、ザボリージャ原発から供給されているということで、ウクライナにとって非常に重要なインフラです。二千二十二年二月二十四日にロシアがウクライナに軍事侵攻した後、同年三月上旬にロシア側が原発を軍事制圧し、現在も選挙状態が続いています。原発の稼働状況は？ 現在は電力を供給していません6つの原子炉のうち4つの原子炉の核燃料は低温状態で維持されていますが問題は残り2つの原子炉の核燃料がまだ高温状態にあることですこの2つの原子炉の核燃料を冷却するためにすぐ近くにある貯水池から冷却水を取水しなくてはいけないのですが先日カホフカダムが破壊されたことによって冷却水が取水できないという非常に危険な状態にあります 南東の風で1億人以上に被害。こうした中ゼレンスキー大統領は4日夜に行ったビデオ演説で我が国の偵察部隊からザボリージャ原発の原子炉の屋根にロシア軍が爆弾のような物体を設置したとの情報が入ったと発言現地ウクライナメディアは原発周辺の街にいるロシア人が一斉に退去していると報じロシア側の攻撃が近いのではとの懸念が起きている実際に爆破される可能性はある 今すでに冷却水が取水できないということで、核燃料が非常に危険な高温状態にある中、爆発が起こればヨーロッパを巻き込んだ大きな惨事になることが予想されます。被害規模は風向きにもよりますが、南東の風が吹いている場合は、ポーランド、ドイツ、ヨーロッパ各地に核燃料が飛散し、少なくとも1億人以上が被害を受けると推定されています。日本も影響を受ける 日本にも平成風に乗って核物質が飛んでくることが考えられます。今、ウクライナの人たちは、ザボリージャ原発が爆発するようなことになれば、1986年のチェルノブイリの再来、つまり第2のチェルノブイリが起こってしまうと心配しています。チェルノブイリが爆発したときは、日本にも核物質が飛んできたので、今回もその恐れがあります。もう一つの問題は、経済的な影響です。ザボリージャ原発が爆発して、ヨーロッパが被害を受ければ、 ヨーロッパから入ってきている食料品など、さまざまな製品の輸入が滞ってしまうので、日本の経済は大きなダメージを受けることになります。カホフカダムの破壊とザブリージャ原発の関連性はカホフカダムの破壊は、おそらくロシア側が仕掛けたものだと考えられます。ウクライナ側が反転攻勢でロシアに奪われた領土を回復しようとする中で、ロシア側がダムの破壊に走ったんだと思います。 その時点でウクライナ側はダムの次はザボリージャ原発が狙われるとの危機感を高めていたので反転攻勢のスピードを弱めていましたロシア側は反転攻勢を弱める狙いで爆破ウクライナの反転攻勢が本格化すると言われる中でダムを破壊して反転攻勢を一時止めたいという思惑がロシア側にありました今回のザボリージャ原発も同様の思惑があると思いますフーチン大統領の孤立化と焦り、 一方、ロシア側はロシア原子力会社幹部の話としてウクライナ軍が放射性廃棄物を積んだミサイルなどで原発を攻撃しようとしていると真逆の主張を展開しているこれについて中村名誉教授はワグネルの反乱などプーチン大統領が国内的に孤立化する中プーチンの焦りが見られるという実際にはどちらの可能性が高いウクライナが反転攻勢する目的の1つに ザボリージャ原発をロシア側から取り戻したいという点があります。ロシア側もこの点は理解していると思われます。一方で、プーチン大統領はロシア国内で非常に弱体化しているとも言われています。そうした中、プーチン大統領個人の指令で、自分の立場を強化するためにザボリージャ原発を爆破するんじゃないかという記事も出ています。プーチン大統領の焦り、そして先日のワグネルの反乱があって、 プーチン大統領が国内的に孤立化する中で自分の立場を明確に打ち出すために原発を狙っているのではないかと考えられますザボリージャ原発で働いている原発作業員は最大4000人いますその人たちが撤退するということは非常に厳しい状況が迫ってきているということです私の推測ではウクライナの反転攻勢がどんどん本格化している中焦っているプーチン政権がこの反転攻勢を止めるために 原発発に爆発物を仕掛けたのではないいかと考えています。ワグネルに続き再び武装反乱かロシア反政府軍が本土攻撃を予告ウクライナを支持するロシア人武装組織がロシア本土への攻撃を予告した民間軍事会社ワグネルによる武装反乱の影響がまだ残る中ロシアのプーチン大統領の指導力に疑問を持たせる狙いがあると見られる。 自由ロシア軍 FRL の指揮官と報道官を務めるマキシミリアン・アンドロニコフ氏は来月ごろにはまた別の奇襲攻撃が行われるだろうこれは我々による3回目の作戦となり4回目5回目と続くとした上で我々にはすべての領土を解放する野心に満ちた計画があると述べた A 日刊紙ガーディアン日曜版オブザーバーとのインタビューで明らかにしこの記事は8日現地時間に報じられた アンドロニコフ氏は、プーチン政権は近く衰退するとの見方を示した。アンドロニコフ氏は、ワグネル創設者のプリコジンが起こした武装反乱後、プーチン大統領の力は弱まっている。ロシア軍の指揮は低下し、内部分裂が進んでいるなどと指摘し、金のために入隊したロシア軍兵士は金を受け取れず不満を持っている。プーチン政権は2024年末を超えられず、崩壊するはずだと予想した。 アンドロニコフ氏はプーチン大統領を引きずり落とすには武器が必要だとも主張したアンドロニコフ氏はソ連の指導者だったスターリンが晩年そうだったように23年にわたり権力の座にいたプーチン大統領も被害妄想にとらわれている彼を引きずり下ろすには口ではなく武器が必要だと訴えたその上でアンドロニコフ氏は弱い相手を踏みにじろうとするプーチン大統領の性格を考えると 政治的な対話は無意味だとも述べたオブザーバーはアンドロニコフ氏についてロシアのサンクトペテルブルグなどでフィットネスのインストラクターとして活動した人物と紹介した昨年2月のロシアによるウクライナ侵攻後はウクライナを支持しロシア国営メディアはアンドロニコフ氏を極端主義者でありナチス主義者と批判している実際にアンドロニコフ氏はロシアの極右団体 ロシア帝国運動 RIM で活動したこともあるオブザーバーはウクライナを支持する別の準軍事組織ロシア義勇軍団 RVC も極右集団とつながりがあると説明した自由ロシア軍には約200人の兵士がいる今年5月から6月にウクライナとの国境に近いロシアのベルゴロド州でロシア軍と戦闘し集落の一部を占領した